有吉さんの再ブレイクのきっかけとなった女性芸能人につけたあだ名を振り返ってみました。ちなみにあだ名をやめた理由は、地方局のあったこともない人から命名を求められたことが原因で、芸が雑に消費されていくだけだと気づき、やめたようです。今ではコンプライアンス的にも厳しいかもですね。